皆さんはじめまして、獣医師のカーナです。このチャンネルは皆さんの犬猫との生活におけるヒントや豆知識を紹介していくために開設しました。すでにペットを飼ってらっしゃる方や、これから家族に迎え入れるようかなと思っている方、さらには道端の野良猫と少しでも仲良くなりたいなと思っているぐらいの方にとっても楽しめるような動画を随時更新していきますので、ぜひこれからチェックしていってみてください。今日は初めてなので、私と私の娘たちについて紹介していきたいと思います。私は大阪生まれの大阪育ちです。人間的には一人っ子なんですが、1歳年上の犬の姉がいます。私がまだ母親のお腹にいる時に、両親が妊婦検診に行って、待ち時間に、子犬を拾ってきて、そのまま連れて帰ってきた子が私の姉であるクーです。クーは本当にできた姉で、もうびっくりするぐらいの放任主義だった両親に代わって私の面倒を見て、もう私を育ててくれたと言っても過言ではないです。獣医になろうと思ったきっかけは、私が幼稚園に入る前にクーが近所の犬に噛まれてしまったんです。でその時に私は、これからは必ず私がクーを守ると決意して獣医になることを決めました。ただその後、獣医学科に入るっていうまでの道のりが結構難しくて、私立大学だとかなり学費もかかってしまうので、現役の時は宮崎大学を受験して落ちて、浪人して東大に合格しました。でそもそもうちの家族は全くインテリ系ではないので、東大に入ると周りの生まれつきのエリートたちに圧倒されて、もうかなり浮いていました。でもまあ無事に数年前に東大を、卒業しまして、獣医師の国家試験にも合格しました。今は動物病院で臨床獣医師として勤務しています。最近はペット栄養管理士としての資格もゲットして、普段のいろいろな疾患に対する治療においても栄養学の指導に力を入れています。また動物病院での勤務の傍ら、保護犬や保護猫といった保護動物のサポートをするスタートアップを立ち上げていて、今そのローンチに向かって頑張っています。続いては私の愛する娘たちを紹介していきたいと思います。彼女が4歳になる猫のプシプシなで、こっちが、およそ14歳ぐらいの犬のドクです。まずはプシプシナについて紹介していきたいと思います。彼女との出会いは、私が獣医の実習で茨城県の大学の牧場に行っていた時に、空から落ちてきたのところを拾ったのが出会いです。カラスが食べようとして空を飛んでいて、で学生のそれに気づいた声にびっくりして落としてしまって、でプシナが空のかなり高いところから落ちてきました。で結構高いところから落ちてきたし、もう顔もぐちゃぐちゃになっていて、でミルクも全然飲まないし、ダメなんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、大学の実習の牧場に置いていくわけにもいかなくて、周りの誰も引き取ることができないというので、私最初は犬派なんだけどなと思いながら、しぶしぶ連れて帰りました。ただ連れて帰ってきてから、もう数時間おきに夜中もミルクをあげたりとか、学校を抜けて遊びに帰ったりっていう風にしているうちに、もう見る見るうちに、もう本当に信じられないぐらいべっぴんさんになっていきました。もうすぐ4歳になるんですが、今でも、もう私のトイレにもお風呂にもついてきて、毎晩お互いに腕枕をし合いながら寝ているぐらいラブラブです。続いてがプシナのお姉ちゃんのドクです。でこちらがドクです。ドクはプシナが1歳の時に我が家にやってきました。崩壊したブリーダーからレスキューしたんですけども、最初はトラウマがかなりひどくて、もう家の中でもずっとビクビクしていて、人前では絶対にご飯を食べないような状態でした。でそんな時にドクの緊張を解くのに一役買ってくれたのがプシナでした。プシナのおかげで今2人すごく仲良くて、だいぶ心が開けてきて、今では私の手からもおやつを食べてくれています。
ドッグは保護した時から悪性の乳腺腫瘍があったりとか、あとは心臓病もかなり悪くて、今でも毎日数種類の薬が欠かせません。で、心臓病はですね、僧帽弁閉鎖不全症というんですが、これで悩んでるワンちゃんも結構多いと思いますので、今後おすすめのご飯やサプリメントなど心臓病に関しても動画を上げていこうと思っています。今後ペットのヘルスケアや犬猫豆知識、海外における動物事情など様々な動物にまつわる情報をシェアしていくことで、皆さんのペットライフをよりカラフルにすることができればなと思っております。今後動画に期待してるよと思っていただける方はですね、私の秋が早々に来ないうちにぜひチャンネル登録をお願いします。質問やリクエストなどもどしどし募集しております。では最後までご視聴ありがとうございました。 See you soon!